今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。負けないぞ。それにあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。あ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。あっちに強い巨人がいるのかな。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい。分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。拠点を建てよっか。よし、討伐完了だ。すいません、これで検証を進められます。勤務ありがとう。拠点を建てるんだ。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。実体機動と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。よしよし、無事に片付いたね。拠点を建てよっか。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。やっ、あそこではナナバが戦っているね。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな。よし、これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ、これで検証に移れそうだ。君もありがとう。拠点を建てよっか。さっき作ったのは補給支援用の拠点なんだ。きっと役に立つから、ぜひ利用してくれ。やった！これより目標に向かう。次に行こう。巨人の群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。行くぞ。モブリットさん。ハンジ、なぜここに。お前の担当は壁付近だろ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。やった。救援要請を確認。私が向かいます。拠点を作って。すごいじゃないか。やってやる。負けないぞ。新兵にしてはやるようだ。次に行こう。拠点を建てるんだ。やっ、行くぞ。やっ、やった。やっ、ここで倒す。あそこで巨人と戦っているのはゲルハだ。
彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。いい感じだ。よし、付近の巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな、助かったぜ。ここで倒す。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。遠くの鍵だ。神兵の重りだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする。せっかくの壁外任務なんだ。神兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。了解だ。危険にはさらすな。やった。討伐完了。まだまだいけるぞ。完了。よし、巨人の攻勢はしのぎ切ったようだな。負けないぞ。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについていこうか。精神に来たよ。クソメガネ、なんでお前がここにいる。僕の勝ちだ。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。逃げような、新手の巨人が来ているぞ。面倒だな。さっさと助けろ。負けないぞ。わっ、ここで君みたいな巨人に会えるとは。ネイリバイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろうな。
任務は完了したな。とっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。